1.22。 ドン。東京ヒット急に来ました。君の心にチクビーム。どうもチクビームチャンネルです。はい、ということでね、今回はクイシにやってまいりました。ということでね、先日ね、ハイサイ探偵団さんの動画ですごい大物がかかったということでね、今日はね、クイシに行ってその大物を釣っていきたいと思います。で、まあ今日のメンバーなんですけど、今日はですね、龍馬くんと一緒に行きたいと思います。バチバチにね、でかいの釣っちゃいたいと思います。それではレッツゴー。 OK？ はい。で、ちょっとさ、あのオープニングのもう一回、ちょっとチクビームチャンネル失敗したから。いやいや、いいと思いますよ。もう一回やっていい？キレが良くなかった。いい？オッケーです。君の心にチクビーム。どうもチクビーム。はい、皆さんおはようございます。見ての通り激荒れですね。やっぱりこんぐらい荒れてたら釣り人も入らないんですね。ビデオカメラとか立てられないんで GoPro でね、やっていきたいと思います。釣り始めていきます。ハリスがまずは 2.55 やっていきたいと思います。ヒットしました。ダツだろこれは。果たして食いし1匹目、風の抵抗で魚が重たく感じてしまう。だがこれは小さいダツではないのか。サメ来そうだな。やった、餌確保。あー抜けちった。けどサメ来てないね、まだ。しゃあ、1匹目とりあえず釣りました。あー抜けちった。やばい。ああ、出すか。どう。ああ抜けた。ちっちゃいな。出すが。うわ、切られとるわ。ハリス変えよう。まずはね、クイシ1匹目ダツを釣りました。こいつをね、生かしておきましょう。あとでね、泳がせなどしたいので、ね、とーいやー、でかいダツは重たいな。おれい、シャイ。クイシ2匹目あるか。サメ来ないね、全然。おいしょー。はい、はい、ダツ釣りました。2匹目ですね。餌にしたいと思います。そろそろね、ビッグゲームやってみたいと思います。はい、今からね、ダツの泳がせやってみたいと思います。竿はガーラモンスターですね。行ってこい。これ来るぞ、多分沖に走ってるもん。頑張れダツ、行け。あ、いる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 。来るぞ来るぞ来るぞ。見てる、2匹いる2匹いる。いや、3匹かもしれん。めっちゃ見てる。けどダツが大きいから警戒してるのかな。食わんよ、マジで。アクションしてみたら食うかや。近くにいる。ずっと見てる、ずっと見てる。ファイトするよ。 OK です。シャヒト。取れるよこれ、マジで。おい、ガーラモンスターなめんじゃねえよこの野郎。おらー、やばい、本気出してきた。あ大丈夫。マジか、嘘だろ。いやー、勝てそうだった、マジで。ありがとう、マジで。はい、なんとまさかのハリ外れでしたね。
ワイヤー見る限り全然傷はついてないので、多分勝てると思います。なんで次はね、ちゃんと腹筋を決めたいと思います。ヒットしました。ヒットした。頑張れ頑張れ頑張れ。なんだ。うわ、サメに食われる。サメに食われる。サメに食われるよ。サメに食われるよ。サメに食われるよ。サメに。ああ。ナイスナイスナイス、やっていいそれ。え、俺あのサメ釣りやっていい？今ね、イスズミの泳がせをやっております。あ、今サメいた。サメいるよ。あ、来た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 。いい？蹴った横でマスル食いました。多分丸飲みしてる。よしよし、やばいやばい。あー、はー、今取れそうだったよ。でもさっきより肩が大きいかもしれん。何匹かいるね。マジかよ。また餌釣りから始めんといけん。キャー。はい、見てください、このワイヤーを。ワイヤーがね、もうチリチリになっております。乾杯ですね。これは引っ張りで切れたんかな、わからないですけど。はい、ここでもね、胴突きをやっていきたいと思います。どうしても魚が釣りたいので。はい、おじさん釣りました。最高餌確保。はい、おじさんをね、投入したいと思います。サメ最近出てきてないもん。きたー、ヒットしました。頑張れ、やってる。おーおー、イスミ、これでかいな。これタモ使うよ。いいよいいよ。いや、でかいよこれ。なんと龍馬が釣りました。これでかいんじゃん。イスズミですね。グレかと思いましたけどね。40超えてる。おお、でかいでかいでかい。本当や。40超えてます。よし、餌にしていい？マジで申し訳ない、さっきから。はい、このイスズミ餌にしたいと思います。けっ、さあ行ってこい。風船をつけたんでね、根に潜られることはないでしょう。沖に走ってるぞ、イスズミが。風船、おー、来た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 。あ、いるいるいる。動画回せる？あ、いるいるいる。動画回せる？うわー、マジで？どうやったら取れんだよ。はあ、ガチか。ごめんね、マジでやば。いや、恐るべし食いし。はい、ワイヤーからまた切られましたね。多分噛み切られてると思います。これは全部これ剥げてるんで。で、風船も無事帰ってきましたということで、もう一回作り直します。次こそ取りたいね。はい、ということで自作サメ仕掛け完成しました。こちらが道糸で、これワイヤーハリスですね。これでゆっくりファイトして、ゆっくりサメを疲れさせながらやっていきたいと思います。 GT が食っといたいですね、これ。この髪やと。よし、ワンチャン GT が来ないかな。あの浮きが入ったらゴーサインですね。今浮きが入ったんですけど、速攻外れました。あ、サメが下にいる。
いやー、ついてないかもしれん。続いてね、エレベーター釣りというものをね、やっていきたいと思います。いつもマンザモーでやってるんですけど、果たして杭子で通用するのかというね、皆さん疑問に思ってることでしょう。まずは餌、オキアミです。水中映像どうぞ。はい、ということでね、現在2時なんですけど、今からね、大雨が降るみたいなんで、一度ね、撤収したいと思います。見ての通り、大荒れです。今日
今日はね、雨にも感じなくて、浮かせも浮かせは結構釣ったの。そうだね、スズミとかいっぱい釣ったんで、まあ、明日に備えてね、今日は撤収したいと思います。お疲れ様です。